じゃあちょっとその間にですね、ちょっと今回のこの集まる経緯をちょっとお話しさせていただきます。お願いします。はい、えー、っとですね、あの先日 GZK のあのポンピーさんの方とあの APEX なんかイベントに行かれたということですね。そうですね。厳密に言うと、まあポップアップストアですね。はい、池袋で開催されている。はい。そちらの方になんかインフルエンサー限定のなんか招待制のなんか前日の開幕みたいなやつがありまして。はい,は,いはい。はい はいまあ、つまりまあ EA と、まあ、ズブズブといや,やめてよ、はい、その言い方は、はいまあ、そちらの方に僕とポンピーで参加させていただいてはいまあちょっとはいいろいろあったとはい、えー、そこでですねこの GZK からこれ皆さんご覧くださいピースキーパーピースキーパーって色こういう色だったんだっけなんか黒っぽい色、まあ、だけど、まあ、そうね多分まあそのスキンが採用されてたってことじゃないですか、うん、はい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  それしかなかったカラーは、うん、ブルーのピースキーパーのアスコを見てください細かいなんかちょっと色あせた感色あせる感じ逆にリアルだよねこれあなんかそうなんか真新しい感じじゃなくてちょっと汚れたような感じの表現がされているものでしたね実際、うん、ちょっとこのピースキーパーをお土産としていただきましてまずありがとうございますはい、はい えで、これいただいたんで、ちょっとせっかくなんで、ちょっと久しぶりにエーペックスやりたいなということで、まずは GZ 系の撮影していただいて。はい。はい。そして、ちょっとサンダーちゃんも結構今、最近ねエペ、エペペの方も、頻繁にやってるということで、ちょっとやって一緒に、はい、まだ一回も一緒にやったことないもんね、サンダーちゃん、たぶんね。そうだねうん。で、やってみたいということで、ちょっと。いや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 、そんなことない。えそうだったんだ。違う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 。で、撮影もらいました。 それでは今回やることになりましたのでよろしくお願いします。しお願いしますはい、お願いします。はい。あれ、ここからどうするんだったっけ